全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。タック TV の実写チャンネルというわけで、今夜もどうぞよろしくお願いします。早速ですが、今日のアシスタント紹介したいと思います。この方です。来ました、実写チャンネルにやってきた、ね、ということでございまして、アシスタント幹事横須賀でございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、アシスタントでございます。夏が来ますね。夏だね。本格的にこの動画上がってる頃にはもう気温も30度超えて。そうだね。今絶賛梅雨じゃないですか。ピーカンでございます。そうなんですよ。で、今日ちょっと途中から雨降り出して、幹事さんちょっと濡れた状態で来たじゃないですか。来たよ。濡れたまんまのカバン置こうとしましたよね、置こうとした。ちょっとゾッとしました。それがね、やっぱりその俺も分かった。あ、こういうの嫌いなタイプっぽいってのすぐ直感で本当1センチだけを残してそう、こうか俺はそういうの早いんだよ。早かったですね。さっつくの早いんだよ俺。早すぎました。怒られたくないから。いや怒ってないですよ別に、うん、あって拭いた方がいいなっていう。そう、なんかその常識的にねいや俺もうやだ。もう大人がさ、ずぶ濡れでくる姿もやだよなあれ傘もささずにあ、だからちょっとインターホン越しの時なんかこう、うん、混乱してたんですか。あ、そう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 、雨降ってないと思ってたんで。そう、めちゃくちゃ降ってる。なんでこの体勢何あの体勢みたいなこの人すげえ丸まってんじゃんみたいな、こんなになってんじゃんって、こんなんで来たみたいなと思ってました。そうなんですよ、はい、今日名古屋からお越し。名古屋からもうなんていうの、直行で来てですね。朝来た、まっすぐ朝、6時半に出て。うわ、もうほぼ始発で。始発、ほぼ始発で来て。そうそうそう、でドトールでさ、はい、あの時間潰してちょっと。あ、そうなんですね。そう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 、そんで来たの。うわ、しんどいっすね。いやいやいや、もう本当にこれはお仕事ですから。あ、本当に、まあ、名古屋で何されてたんですか。名古屋でイベントをやってですね。 あのアイドル交えたようなさ、すごいもう地下なんだけどね、すごい。あ、地下アイドルさんと怖い話でイベントやったんですか。怖い、地下アイドルがこう歌うんだわ。なんか歌ってその後に階段をするみたいな、うん、すごいミスマッチ。盛り上がるんですか。意外や意外、そのあんまり気にしないぐらいのお客さんがこう寛容だったのかわかんない。そうなんですね。そうそうそう、地下アイドル の, そのお客さんってめっちゃいいっすよね。なんかめちゃくちゃなんかこう、こっちの味方とか、アットホームっすよ。そうそうそう、アットホームになっちゃうんだよ、ね、なんかうちら俺らが推してるグループが好きな人は味方だよみたいな感じの、そんな感じに なんないですよね。そう、あれはいいファンのありますよね、うん。そう、でも1回だけその俺が真似しちゃったのよ、はい、7月21にイベントやりますみたいなのをなんか俺も7月21にイベントやりますみたいなのを、うん、もうすごい目でてめえ殺すぞみたいな感じの空気感はあ、ちょっとバカにしてるみたいな感じになっちゃって。バカにしてるのみたいな。そう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 、そう、そんなあったけどね、一箇所、うん、やっぱ一番こうなんでしょう、ファンの中でこう怖いというか、うん、いろんな界隈あるじゃないですか。あります。で、ここの界隈はなんかつつかれるとめんどくさいみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、あれちょっと僕ちょっと消せないのが、はい、サッカー、サッカー J リーグのサポーター、はい、あれやばくないですか。あれだからもうなんであんな切れてるんですか。いやだからみんな阪神タイガースみたいなノリの、阪神タイガースってほら結構熱いじゃん。まあ熱いですね。なんか結構カルト的というかさ、なんかそれ結構旧サッカーも多いかもね。サッカーは全部阪神タイガースみたいな。でしかもでもこのただ阪神タイガースと、うん、まあその阪神タイガースがどうか僕あんま分かんないですけど、うんうん、その J リーグのそのブーイングの動画みたいな、ほう、他のブーイングの動画って、はい、誰かがそのブーイングしてる会場を撮ってるんですよ、うん、こんなブーイング起きてますってことで、うん、でもなんか大体その J リーグのブーイングの動画ってブーイングしてる側が選手たちをこう見下ろす感じで撮ってブーイングしてるんですよ。あー、なんか悪意があるねそれね。でしょ、うん、これの違い結構僕あると思う、ね、あー、なんか意地が悪いねみんなでこうブーイングされてましたみたいな感じでこう撮ってるんですよ、うん、まあ負けたからブーイングしてるみたいな感じなんですけど、はい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 、そんなことあります。でもサッカーはでもまあ激アツっちゃ激アツだけどな、ファンの浦和レッズとかね、やっぱりいやすごいっすよね、うん、俺あの鹿島アントラーズとかあのあれなんだよ、茨城の方だから鹿島アントラーズ、やっぱそうですか、結構、うん、いやすごいっすね、あれだから、うん、あの辺のことを言うとやっぱその人たちこう言ってくるらしいんですよ。ああそうか、そうかおいお前ら仕事しろこの野郎バカ野郎、仕事してないあいつ、いい加減にしてほしいね。一人もしてない仕事使ってよこれは使いましょうかもう一回よくない、ほんと思うね、うん、なんでそこまで、まあ推し活だからいいんだけど、うん、なんかもっとあったかい言葉をね。そうなんです、どうなんすかね。一回僕動画で言ったらさ、あれなんだみたいな、そしたらその、まあ、ブーイングしてるであろうサポーターの方が連絡が来て、はい、あ
僕たちも一緒に戦ってるんですみたいな。選手はさ90分ぐらいすごいよ削ってますよ選手90分もう20キロぐらい走るんですよ一緒にどこ座ってもうヤジだけ飛ばして一緒ではないよね一緒ではないっていう話がね、うんまあ、ガチコアなんですよあ、はい、どういうこといやそのガチで怖いものおー、はい、まあそうかそうかそうか、まあ、J リーグのサポーターっていうそうかそうか、はい、だから階段とかそういうものに別にそうではないというまあまあいろんな話がありますから、うん、そんな中の、はい、今日はもうガチで怖いですおー面白そうだねホラー界ということで、はいはい、こちら募集しました。だからこの J リーグのサポーターを超えるガチコアを応募した方にはですね、うん、カードをプレゼントします。あーいやよろしくお願いします。頑張ってください。じゃあ行きましょうか。はい、お岡本先生おかば先生わかります？あの T1 とかで出てたおかば先生。はい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 、はい、毎度はでしたっけ。おかあそう毎度は言うたもん、うん、はいはいさい毎度は言うたもんめっちゃ真面目になって、はい、すごいよな言うたもんくんってすごいな。不登校で話題になって、うん、その後めちゃくちゃ真面目になって話題になって、ほぼ朝倉未来と一緒。すごいじゃん超カリスマやすごいですよ。おーありがとうございます、はい、そんなおかば先生でございます、うんはい、ガチコアありがとうございます。はい、私は誰も好きにならない方がいいかもしれないと友人が言い出すので理由を聞くと、今まですごく好きになった有名人や YouTuber、 思い入れが深い建物や場所、こういった人や場所に対して突然全く関心がなくなる現象が起きることがあるらしく、そうなると半年くらいで必ず有名人や YouTuber さんなどは不祥事や大炎上を起こし、建物や場所は更地になって跡形もなくなるらしく、あまりにも多いので最近自分のせいなのではと思ってしまう時があるらしいです。しかしその人今推しが数名いるらしく、その一人がタックさんなんですよね。おなるほど。あ怖いね。怖い。でも怖いけど、ごめんなさい、押してくれてるのにこんなこと言うとあれですけど、うん、気に入らないね。いや、これ、だって、これ言われたら僕がちょっと不安になるじゃん。まあ不安、もうなんか恐怖ですよ。え、タックちゃん恐怖。ってこと、俺その嫌われるとなんか消えちゃうってことみたいな。消される恐怖。やっぱ占いとかそのジンクスとかっていうのはポジティブな意味で使っていかないといけないですよね、うん、やっぱ不安を煽るのは良くない岡本先生俺はマジでめっちゃビビってる。あかんめっちゃビビってるマジでビビってますよこれ本当に、うん、ガチで怖いですよこれよくガチで怖がってるガチで怖いこういうのはマジで、まあ、もしかして半年以内にじゃあ今日から半年消えるかもしれないですよね。めちゃくちゃ怖いこと言うな最初から。いや本当に結構震えるよこれ。下がり。まゆさんです。ありがとうございます。子供の頃サーフィンしに行った時、水中に小さな手を見つけて助けようと降りたら、足のつかないところで怖くなって家族の元に戻った。帰り支度をしてる頃、頭上にヘリコプターが飛んでた。え怖い。うわ入ってた。だからどっちかってことですよね。まあそっちの霊みたいな見えたのか、本当に亡くなってる方がヘリコプター飛んでて、あだから報道のヘリコプターなのかどうかですよね、うん、周りをくるくる回ってた、なんかもう捜索じゃないけどしてる可能性もあるという。確かにそういうことですよね、うん、海を捜索してるってことですよね。あおっかねえなこれ。怖いですね。めちゃくちゃ怖い。俺一回だけグアムに行った時があるんです。小学校2年の時なんだけど、で溺れちゃってそこで海で、そうあの浮きがこうプカプカやってたら、うん、ボコーンっうわ怖いなんかなっちゃって、そしたら足がつかないみたいな、うん、もうパニックやん。もうで下見たらやっぱり怖いんだよ。もう深いとこまで行ってんだこれと思ったら、下にあの黒いなんかポコ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 したやつがあって、なんだと思ったらナマコなんだなそれがな。でそれがポコポコ上がってくるような感じになって、でいつの間にかなんかちゃんと浜辺に座ってたっていうのあるんだけどごめんね急展開で気がついたらナマコの伏線が回収できた、回収できてせずに何なんだと思って、だから俺はナマコに助けられたんかみたいな、うん、なんかもう不思議ななんかね記憶があるんだよこれ。いや面白い、うん、次行きましょう。クリオネさんでした。ありがとうございます。小学生の時です。なぜか結婚だらけの家がありました。お何か事件があったそうですが、当時の私はその地域に引っ越したばかりで、親もそのことは知らず、また今のようにスマホを持たせてもらってなかったので本当に事件があったかは分かっていませんでした。人見知りの私を友達が毎日のように学校周辺を案内してくれるのが当時の遊びで、その中でも定期的に連れてってくれた場所はその家。本当にボロく破れてしまった障子からは
家の中が丸見えで、確かに中を見ると血痕だらけ、畳にも壁にも飛び散っている様子が外からでも見れました。ですが入る勇気まではない私たちはいつも好奇心で眺めるだけで、特に家の中に入ることはしませんでした。それから数年、頻度は減りましたが、定期的にその家に行っていたある日、友達の一人が奇妙なことを言うのです。血痕の量が増えていった。廃墟になったのは随分前だと聞いています。だからありえない、それでも嘘じゃないという友達についていき、あの家に確かに血痕広がっていました。むしろ場所も増えていました。何度も何度も訪れていた場所です。見間違いはないと思います。好奇心のあまり今まで立ち入らなかった廃墟に足を踏み入れます。やっぱり広がってるよね、これって本当に血なんだよね、怖いから帰らん、とうとう騒いでると、ふと後ろから、そうだったんだよ、そう声が聞こえました。明らかに私たちのような子供の声ではありません。私たちはパニックになり一斉に逃げ帰りました。それから二度とあの家に行くことはありませんでした。それから数年後、高校生の時にその家は解体されました。なぜこの話をしたのかと言いますと、同級生から連絡があったんです。あの家があった敷地売れてマンションになると。まだ育つんですかね。よくないぞ。なるほど。いや俺もちょっとんっていう、育つんですかねっていう。あ、だから結婚、結婚がおまたそこの、あ、マンション、あ、これ5時かな、育ったんだよ、育つんだよ、そう声が聞こえましたなのかな。いや育ったんだよって書いてあるんですよ。うんうん、あ、そっかそっかそっか、育つんだよって聞こえたの、ね、そういうことか。ああそういうことでしょ。そういうことか。だから最後にまだ育つんですかね、はい、ってことですね、はいはい、うん、いや間違えちゃいけないとこじゃない、じゃあこれ一番ね、はい、一番大事なところではあったけども、まあ、判明しましたね、判明した なるほど、怖いですよ、これちょっと怖いですね。育つ、これどうなんですかね、結構リアル視点でいくと、うん、結婚ところはシミって浮き出てくるっていうじゃないですか、うん、昔あったシミが、うん、張り替えても浮き出てくるみたいな、はい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 、だから時間とともにもともとなかった、もともとあったけど消えてたところが下からシミ出てきたみたいな可能性ありますよね。じゃあもっと育つっていうことはそういうことだ。そう、そういうことじゃないですか。育ってる見えるけど実際はもともとあったみたいな、はいはいはい、そういうことかもしれないです、ね、うん、何があったんだろうこの前の家にって思うけど、なんかこういう家で最近ちょっと、うん、あの金額はちょっと濁すんですけど、はい、マジでこの辺の近くで、うん、未公開物件っつって、そのまだ不動産とかに営業かけてない、はい、公開されてない物件を販売してますっつって、でっかいチラシが至る所に貼られてるんですよ、うん、同じ物件なんですよ、どこどこ駅からめっちゃ近いんですよ、徒歩何分、うん、で地図書いてあるんですけど、このエリアのどっかにありますしか書いてないんですよ、ピンポイントで書いてない、うん、で値段が2億円ぐらいなんですよ。おーおー、2億円か、まあまあそこそこするね、はい、で一軒家でこの大体敷地これぐらいですよみたいな、うん、これ未公開物件よかったら買えませんか、はい、みたいなのがいっぱい貼られてるんですよ。おで気になって歩いて探したんですよ。おないんですよ。おお、そんな物件だから、え、どこと思って、いやちょっと怖いんですよね。それ電話してさ、そう問い合わせれば多分内見いけるんですよ。分からないです、内見の条件あるかもしれないですけど。はあ、どれみたいな。だから一軒家って書いてあるんですよ。おで、この周囲で一軒家なんか限られてるんですよね。うん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 、そんなないもんね。あ、ないんですよ。ちょっとワクワクするなそれ。だからちょっと探してきてもらってますいいですか。おお、今から物によっちゃ企画変更ん次です。どうもありがとうございました。ココナッツさん。ありがとうございます。かっこ片足サンダルさんです、うん、高校生の時に親戚の会ったこともない親戚のおじさんが危篤状態で病院に入院してて、うん、違うことでイライラしてた自分が、そのおじさんが早く死んじゃえばいいのに、なぜか強く思い言葉にした日に亡くなり、その亡くなり方がもともと不摂生ではあったものの、全身から血を吹き出しやばい亡くなり方をしたらしく、それをずっと後悔しながらいたら、毎晩もともと家の玄関を夜中にコンコンと叩く音がしてたんですが、それ以上に飼っている犬が吠えるくらい人の気配が家の中でずっとしていて、それが続いて限界になり、ごめんなさい、許してください、南無法蓮華経と心の中で何度も唱えていたら、その気配がいつの間にかなくなりましたが、家のドアをコンコンとするノック音は未だにたまに聞こえます。おお、怖い。そうそう、会ったことない親戚のおじちゃんのこと、早く死んじゃいだろ。そう、それ意味わかんない。一体どういうイライラしてたんでしょうね。ああ、そっか、会ったこともないのに。すごいね、その人もね。許してくださいっつって、うん、怖いっすね。いや、怖い、血吹き出すって。全身から血吹き出すって、ペストか、これなんだこれ。全身から血吹き出すって、なかなかないよ。か、あれですよね、あの、レイペコーってやられてもうそろそろだっつって、見せたくない死に際はっつって、うわーって全身から血出てね。そうなんだ、最後
プシャーと落とすんだよね。漫画版はプシャーと落として、肩から吹っ飛ぶんですよね。ボーン、ラオひどいっすよ。ひどいやろ。何が天を目指すだよあれ、本当に。本当に、ありがとうございます。ハリース、ありがとうございます。ある小学校時代夏休み、地区の肝試しがありました、うん、廃校の校庭とトイレを回ってゴールするだけです。各所で驚かし役の人がいたのですが、一番怖かったのはトイレに倒れていた血まみれの脅かし役でした。後にそれが本当の遺体で事件になりました。うお、それから肝試しはなくなりました。お化けに隠れてというか紛れてなんか事件があってたってことですよ。すごいじゃん、こんな短い文章でめちゃくちゃ怖いやん。そう、だからそれに合わせてなんかその事件起こしたんですかね。もしかしたら殺人だったらですけどね。うん、いや、ね、自然史とかさ、なんかその変身みたいなやつだったらまあありえない話でもないと思うんだけど、タイミングがってことですよ、ね、うん、やっちゃあかんで、こんなの。次、およこさん、ありがとうございます。真夜中に駐車場を歩いていたら車の後ろに人影が見えた。車を覗き込んでいるように見えた気がして、通り過ぎた時振り返ると誰もいない。その後友人にそのことを話すと、なんで車を覗き込んだかわかる、自分を引いた車を探してるんだよと。え、どういうこと。いや、あー、なるほど、亡くなってる人かってことか。そう、確かになんか道路の脇に立ってる霊って、うん、そこで事故で亡くなって、うん、自分を引いた人ずっと探してるみたいな、その引き逃げでね、うん、とか言いますよね、うん、あ、それの類ですね、これ。これはちょっと怖いで、怖い、これも怖いです。階段としてこれ使いたいぐらいの、あ、うん、なんかおーみたいなになるよね、これ。ずっと覗き込んでる人がいて、うん、あ、確かに自分も車に乗ってたとかって面白いですね。うん、うん、うわ、車に乗ってたで、ちょっと今すごい悲しいことを思い出しました。何が。学生の頃すごく好きだった人がいて、はい、で高校卒業して、うん、あの急に会いたいって言われたんですよ、昼間、うん、でご飯食べたんですよね。でご飯食べたっつってもなんかフードコートみたいな、はい、商業施設の、うん、そこで待ち合わせだったんですよ、うんうんうん、でそこで話してたらもうボロボロに泣いてて、え、どうしたの、うん、で学生の時でも泣いた姿とか見たことなかったんですよ、はい、でどうしたのって聞いたら、いや、ちょっとあの彼氏と喧嘩してみたいな、お、なんかいろいろ複雑なんですね。もその彼氏がもうモラハラがすごくてみたいな、うん、でもうちょっともう無理でみたいな、うん、あ、そうなんやって、うんうんうん、で何もこうね言うこと、まあまあまあそんな、うん、あるんじゃないみたいな。でも結構長く付き合ってたみたいで、うん、あんま把握してなかったんで、はいはい、その話をしてたら電話かかってきて、うん、でその電話ちょうどなんかテーブルの上置いてたんで、はい、ブーってついたらそれ、まあ、彼氏の名前だったんですよ。で名前は僕知ってたんですよ、うん、で彼氏ってバッてなって、まあ、ちょっと気まずい時間流れるって言って、まあ、出ないよみたいな、うん、だからうんっつって出て、しかも泣きながらなんか話してるんですよ、うん、だから電話しながら僕の手を握ってくるんです、こうやって。なんだその絶妙なプレイ、でなんか、なんだこれ、そう、これどうしたんやろと思って、はい、で電話終わって大丈夫だったみたいに聞いたら、んー、ちょっと会って話してきてもいいみたいな、はい、と、はい、呼ばれておいて、はい、そう、いや、いいよ行きなみたいな感じで送り出したんですよ、はい、だからその3時間ぐらいにまた連絡が来て、はい、ちょっと今から会いたいみたいな、はい、何やねんと言ったら来たらこいつどないやねん。タックちゃんがめちゃくちゃ振り回されてる。じゃあ、あの、あ、分かった、じゃあちょっとあの車で行くわっつって、はい、車で僕迎えに行って、はいはい、だ車乗ってみたいな、で走ってても全然喋んなくて、うん、話しかけても喋んないです、うん、じゃあ雨めっちゃ降り出して、うん、もう福岡の雨ってすごいんですよ、うん、なんか言ってたね、もう見えなくなるぐらいなんで止まんないといけないんですよ、はい、危ないんで、はい、だからその近くの駐車場入れて、うん、わーっと雨やんまで止めてたんですよ、うん、こう無言が続くのなんか音楽かけようと思って、うん、適当になんかのリスト、はい、当時リスモかなんかのリストを流してたら倖田來未ながら始めた、うん、それに合わせてめちゃくちゃ泣き始めたんですよ、なんか思い出の曲だったかな、だからなんかあったんだろうなみたいな、この3時間ぐらいの間に話して、はい、あ、多分別れたのかなみたいな、あ、はいはいはい、でもなんか別れたばっかの人になんかかける言葉ってあんまないじゃないですか、うんうんうん、だからあんまり泣いてるからよしよしみたいな、うん、こう感じでこう、うん、背中さするとかしかないわけですよ、はい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 、そしたらうーってちょっと鼻水がブワーって、うん、じゃそれでこのアンパー打ってる中で、うん、その子がバーって抱きついてきたんですよ、おおおおお、で僕の手を自分のなんかケツにこう回して、うん、こうキューってこう抱きついてくるんですよ。え、何これ、でもよく考えてください、はい、そこから、うん、そのまあうん、的な、うん、に、うん、行けるわけないじゃないですか、行けるわけないよ、死ぬほど泣いてんすよ、うん、で泣いてバーって、それで
終わって、うん、でうわって一時泣いた後1時間ぐらい、うん、はっすっきりしたいや本当に急にあっすっきりしたって言い出してなんだこいつありがとうねなんだなんだもうその電話も何があったのか、うん、その3時間の間にも何があったのか、うん、もう全く知らない、うん、もうすげえ振り回されただけやんもうタクちゃんがタクちゃんも最初言ってたけど気があったんだよねあいやでもその時はないですよないんだないんだ、はい、もうそう好きだったの学生の時ですから卒業しますから そうかそうですでその時は別に気はなんかない感じでまあ久々に電話かかってきたからあそうですそうですないやっていう感じかそうですいやこれはちょっとこ怖いっちゃ怖いけどな、うん、なんか、うん、絶妙になんかめちゃくちゃムラムラした状態で帰らされるそうだよね大雨の中ケツまでこうグーッとこうやられてそうなんですよいやちょっとそれをちょっと思い出してましたねやばい今結局そういう女性の方が好きなんですよね男性って多分振り回してくれる人の方が多分そうなんだろうな特に今ってほらあこれはねなんだろうあの変な話でこう男心みたいな話するのもあれですけど、はい、だから今ってこう男性が、ね、デートプランもしっかり決めて、はい、えどこ行きたいって聞くのダメとか言うじゃないですかあ、はい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 、何がダメなのか分かんないですけどね、うん、だって真っ健勇からどこ行きたいとか言われたらもう全員メスになるでしょそんな人によるんですよやっぱそんなのって真っ健勇に言われたらなそう真っ健勇がどこ行きたいって言ったらどこでもってなるじゃない男性はこう決めてほしいみたいなうん、言うけど逆にもう女性が全部決めててここはここ行きたいとかもう振り回されてもいいからあ荷物持ちでもいいからそういうの方が男ちょっと楽しくない楽しいよな、うん、ないもんなそんなのはなでこっちがいやお前自分で持てよみたいな感じと言って、うん、いいじゃんちょっとぐらい持ってくれてもみたいな一緒だそういう方がいいっすあの一緒だあのどうあのこの間さあのちょっとした霊視してくれるその女芸人さんの人がいて、はいはい、パシンペロさんっていうああはい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 でどういう男を見てどういうことをされると嬉しいかみたいなことをやって、はい、で俺がその求めてるのは急にホテル行こうっつってグーッとこうやられる人を求めてんだよ、うんうん、ガンジーさんはっつって、はい、簡単なんだ一番簡単ですよみたいなはいはいはいそうそうでもちょっと当たってんなと思ってそこでそうどうそういうのは全員すっきゃろそんなもんなんだ統計学かい統計でしょ統計学かいグイグイもうホタル行こうって言われて嫌な男なんかいるんですかいやだからいるかもしんないっていうあれなのかもでもいますいやこれどうなんだろうちょっとコメント待ちだなこれは確かにいた、うん、あの本当綺麗事デッキでお願いします、うん、これはね本当にそうだから女性はまあその急にホテル行こうと言われてもちょっと嫌だってなる人もいるってなんとなく分かるんですよ分かります男でそれいますいやこっちとしては嬉しいじゃないからそんなの確かにもうホテル行こうって言われた方がってことですよね、うんうん、変な雰囲気とか、はいはいはい、すっ飛ばしてってことですはい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 ああ、うん、そうですね難しいですね難しいとこだけどね次です。ありがとうございます。はい、栗原光也さん。ありがとうございます。後輩に自称霊感持ちの女の子がいまして、はい、守護霊も見えるのと聞いたところ、はいと、うん興味本位でどんな霊か尋ねてみると、先輩の周りはたくさんいますよ。男性も女性もお年寄りも、へえ、みんな下を向いて笑ってます。笑顔でそう答える後輩が一番怖かったです。これ怖いですね。でも何を考えてるのか分かんないし、確かになんか悪巧みしてる感じしますよね。うん。うん怖いね今日いい話が多いですね今日は粒揃いでございますよ本当に、いいありがとうございます、ね、次ですねありがとうございます来たうんこボットさん出てました、うん、うんこボットうんこボットありがとうございます母親かと思って声をかけたらクマだったことこれ強っ怖いですねうわ秋田のアジン号アニ号かなアジン号うん、うんというところに親戚がおり10年くらい前に母と2人で泊まりに行った夜に外で星空眺めてたら後ろから足音がするもんだから母親も見に来たのかなと思ってめっちゃ綺麗だよとか言ったから振り向いたらクマだったことこれはとんでもない勘違いでねこれめっちゃ怖いっすねこれめちゃくちゃ怖いよこれめっちゃ綺麗だよつみたいなクマいるわけでしょいや昨日あの名古屋行ってきて、はいはいはい、あのまあ、新幹線で行ってきたんだけど、はい
これマジなんだけど、座ってて、そしたら、トイメンの方から、はい、駅員さんみたいな人が切符じゃないけど拝見みたいな感じで来たのよ、はい、でも拝見はしてないんだよね、はいはいはい、でも駅員さんみたいな感じで、はい、でちょっとこうクッとこうなんかフレーディ・マーキュリーみたいなヒゲのブーツ整えてる、フレーディ・マーキュリーって分かる、分かりますこれ、うん、ほんで珍しいですね、駅員さんの帽子かぶって制服も着てるんだよ、でなんかもうこう肩を切ってこう着て、なるほど、うわこれ珍しいなと思って、ほうほうほう、こんな派手な入れろかと思って、その駅員さんがね、ほうほう、気になってついてったの俺、こうやって、ほうほうほう、どうなんだろうこの人と思って、ケツもプリプリさせながらこうやって、はいどうもはいもう名古屋ですかみたいな感じの感じでいるわけだ、そしたら普通に客席座って、いや駅員さんじゃなかったんだよ普通に乗ってる人っていうか、もうでそんでその人が、俺名古屋で降りんだけど、名古屋で降りたんだけど、いやお前名古屋かいと思って福岡やろと思って、なんでやねん、福岡まで行けと思って、俺なんか最後のなんとなくだけど、これはだから好きなんですかね、そういうのが、うん、びっくりじゃん、いや結構いろらしいですよ、その駅員さんの格好ってコスプレ、うん、その電車とかその中が好きで、うん、昔の駅員さんの格好してとか、はいろらしいですけどね、あそうなんだ、出会ったことないですけど、もしかしたらその人かもしれないですね、でも最近あれ知ってます、白バイ隊員の格好してる人、あそれ、あなんかいるな、はい、うんうん、でそれがいいか悪いのか論争みたいな、うん、で、うん、まあ、白バイの格好、白バイ風にバイクを改造してて、改造というかまあ寄せてて、うん、はい、で格好も白バイタイに寄せてて、はいはいはい、ただその事故が多い道路脇とかに立ってるんですよ、ずっと、あーなるほど、そう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 、立ってるとみんながスピードを遅くしていきますみたいな、はいはい、それで皆さん ご協力ありがとうございますみたいなことを、うん、もちろん警察官じゃないですよ、機動隊でも何でもない、うん、一般の人でしょ、一般の、うん、まあ、おっさんが やってるわけですよ、はいでこれがなんか結局は事故の防止になってるっていう派と、うん、いやいやそんなで警察もないやつが警察の格好をして紛らわしいと、うん、そんなやめろと、うん、もしその人なんかあった時に警察だと思って助けを求めた人がいたとしたら、うん、お前何もできないだろうと、うん、結局、うんうん、それでなんかトラブルが起きるんじゃないかとか、うんうん、あとはまあ警官の格好をすると紛らわしい格好をすると、まあ、ちょっと法に触れることもあると、うんうん、その例えば警官の格好して詐欺事件の捜査してますとか、はい、ね、手帳見せて、はい、でそういう詐欺もあるじゃないですか、はい、そういう法律もあるんです、でもまあそれには引っかかってないんだろうみたいな、でこの言い悪い論争がこうあるわけですけど今、あ、いやもうこれは分かれです、本当に分かれますよな、僕本当もう言っちゃうといいか悪いかは全然知らないですけど、気持ち悪いですよね、気持ち悪いよな普通にキモいなと思ったんだよ、誰も多分言えないですよ、なんかあんま結局いいとこいいことやってるみたいな感じになっちゃってるから、なんかもう酔いしれてるも自分もいるしね、多分向こう側そうやってる側はだから結局その承認欲求がそうさせると思うんですよね、はい、なんかその警察官に憧れて、まあ、子供とかってかっこいいって、その市民の安全守りたい、世界平和にしたいとか、うん、犯罪者を捕まえたいっていうので子供がめちゃくちゃ努力して警察学校入って、うん、はい、で警察になって、はい、で機動隊になって白バイ隊員になって、はい、いくつもの過程を経 てようやくあの権力じゃないですか、そうですよ、あそこに行くまでにね、だからあの方たちがいや私が見ましたからって言えば違反になるとか、はいはい、それぐらいやっぱ権力、国家権力なわけじゃないですか、はい、そうでございますよ、それの過程があるわけじゃないですか、うん、そこすっ飛ばしてその格好して白バイみたいな改造して今日速度安全ありがとうございます腹が立つね確かにいいか悪いかとか知らないけど腹が立つ思うわな、確かに白バイ隊員の人はねガチのね、そう、一般の人マジで本当に分かんないからねあれ、うん、俺も駅員さんだと思って騙されたし確かにあそこまで行くのも大変だねあれ、まあ、駅員さん、まあ、あのねやっぱこの拝見するのはどうなんだ分かんないけど厳しさというかさ倍率、確かにだから、あそうか、うん、あだから駅員さんなりきってるってことですもんね、そうな、めちゃくちゃ本当に独特だったんだよ本当に、いやだから白バイ隊員さん側はそれがどういう風なのかって、まあ、警察側は確かにいいと思ってないんですよ、はい、あれ、あ、はい、あ警察側も思ってないんですよ、だからそう、はい、だから結構何人かいるみたいなんですよ、正確には分かんないですけど、はい、うん、だからなんか見た動画はただ私はこの格好して立ってるだけなんですけどね、うん、みたいな、みんなそれでスピードを緩めてくれますみたいな、そんな話です。ありがとうございます。次です。うん、ガチコ小林さんありがとうございます。ありがとうございます。
私が小学校の頃学童野球に所属していたんですが、うん、最後の夏合宿でかなり古びた宿に泊まりました、うん、その宿には使われなくなったどこかの遊園地の看板や錆びついて文字が読めなくなった謎の標識などが無造作に捨てられていました、はい、さらにその宿の周りには大量にお墓があるお寺が一つだけ他には何もありません。山に囲まれているという圧迫感が不気味さを増していました。宿ではチームメイトとその親たちと楽しく過ごしました。そして夜になって寝る時間になりチームメイト全員が2階にある一つの大部屋で寝ることになりました。親たちは離れにある別の部屋に泊まっていました。電気が消えるまでそれぞれカードゲームだったり話をしたりと楽しんでいましたが親たちが電気を消しに来てしまいワクワクの時間を終わりを迎え眠りにつきました。私はなぜか目を覚ましました。正確な時間は分かりませんが当時小学生の私の感覚では深夜、いつもとは違う何かを感じていました。消灯前とは違う部屋の静けさに私はとても怖くなり掛け布団に潜り目をつむり自分に眠れ眠れと言い聞かせています。すると階段の方からギシギシボトボタと音が聞こえてきます。誰かの親が見回りに来たのかなと思いながらも真っ暗の中足音は非常に怖く目をつむることだけに力を使っていました。立て付けの悪い横開きのドアがツツツッツッと開くと足音は部屋に入ってきました。ツツツツ部屋の中を進んでは止まり進んでは止まりを繰り返しているようです。その足音は明らかに近づいてきてやがて耳の真横で止まったように感じました。パチッパチッパチッ木が燃えるようなキャンプファイヤーと同じような音が鳴っている。私は恐怖8割興味2割で布団から顔を覗かせると真っ黒い影が見えました。暗闇の中でもその人の形ははっきりと見え艶のあるギョッとしたもので私の顔を覗いていました。私はそこで気を失いました。目が覚めると私は汗だくになってしまっていました。クーラーの効いた部屋だったのに。この体験を同級生のチームメイトに実はこんな夢見たんだよと話すとそいつも俺も見たって言うんです。この体験は夢だったのか誰かの親だったのかそれとも何か不思議なものだったのか未だに分かりません。最近になってその宿について調べようと思い親に宿の場所を聞いてももう覚えてないなと調べるのを断念しています。私の考えでは戦時中空襲によって焼かれながらも逃げてきた人が宿周辺で亡くなってしまったのではないかと思っています。長文失礼しました。おー、夏ですな。夏だね夏だなーって感じ。夏ならではのシャッとするいいですねおー、これはなんだろう、ザ階段なんですけども人でもちょっと怖いですけどね。ちゃんとはっきり見えたっていうのがね、普通ここで なんだろう気絶しちゃうみたいな。確かに見てますからね。そう完全に見えてるし、人でもちょっとこう覗き込んでこう見に来る人ってちょっと怖いですよね。怖い。だからしかも結構緩い合宿っぽいですしね、なんか それでなんかこうは見に来てずっと徘徊してるのもちょっと、だって普通この寝てるかなって開けてその場で見て、うん、寝てるなで終わるじゃないですか。ずっとギシギシ、人でも怖いし、もう戻ったり行ったりでも繰り返してるって。何やってんだ、楽しい、何だこれって何をしてるんだすごいよね。次行きましょう。ありがとうございます。米を食えさん、ありがとうございます。父が元漁師なのですが海に出るとたまに死体を発見するらしいです。警察が来るまで死体を見張らなければいけないのですが波でゆらゆら揺れるたびに死体の手がこっちへおいでと手招きしているように見えてゾッとしたと言っておりました。うわなあ、もう死体とかはね何度か見たことあるんだけど。ああそうですよね。なんてとんでもないよ。一番ひどいって言いますよね。一番匂いもひどいし。あ、そうなんですね。うん、で焼けないんですよね。あ、水分含んでるからですか。含んでるから。もう結構時間がかかるというか。うわ、うん、でもう家族もさもう見れないわけだ。とんでもないよ、もうマジで。もう、もうタコじゃなく細いのになんかそれの13倍ぐらいになっちゃうから。そんななんですか。まあそこまではちょっとないなんだお前5倍ぐらいになるわ。でも本当にもう、だからちょっと水難だけ気をつけないと。いや本当にここから夏ですからマジで、はい、海水浴マジで気をつけてください。本当にライフジャケット必須で、ね、ライフジャケットは絶対着てください。本当にね、ここから目を離さない。はいはい、それだけ徹底します。お願いいたします。はい、次です。ありがとうございます。キューブさん、ありがとうございます。昨日までカルト宗教の勉強会に参加してたガチコだ最近気になるんだよね、俺も。なんかその動画も出してるんだけど、要は、まあ、タックがやった方がいいんじゃないかなっていうあれなんです。潜入ですか。潜入じゃなくて、まあちょっとまあ調べ物してなんかこういうカルト宗教があるみたいな。あ、そう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 、はい、すごいよな、あのカルト宗教っていうのすごいっす。まだ日本は少ない方ですもん。海外とか。そうだね、海外やばいなと思って、ね、まあ、タックちゃん知ってると思うけど、はい、なんだっけ、チャールズ・マンソンっていう。ああ、もうそう、はいはいはい、ヒゲ、ヒゲ、はい、ね、
自分で手を下さず、はい、周りにやらして、ね、やばいぜあれ。なんかあのハリウッド女優のなんかシャロン・テートっていう、はい、あのロマン・ポランスキー監督っていうあの戦場のピアニストを作った監督のそう嫁さんがあのシャロン・テートって女優さんなんだけど、はい、それをなんかたまたまだと思うんだけどそのカルト集団のなんかその信者がそこの行って、はい、で何人か5人ぐらいいたんだけどもうそのロマン・ポランスキーはあのいなかったんだけどその嫁さんの仲間とか全部めった刺しにし、するみたいなやばいっすね。そう そこにあのシャロン・テートは子供がいてうわ子供の命だけは助けてくださいって言うんだけどもうめった刺しにしちゃうみたいな、どういう心境なのみたいな、もう完全信じきじ、まあ、倫理がぶっ壊れるって言いますもんねカルトに入ると、うん、悪質なね、うん、まだで日本にもあるんでしょうねまだ発見されてないだけであるのかな、多分あると思いますよ。あそのまあ日本だとほらオウム真理教とかあるじゃない、はい、じゃないところがあると思います全然。だからその昔ってその宗教法人を取れたから、はい、その宗教法人として宗教が存在してて、はい、でそこでそのやばいことをやってて、うんみたいな感じので、うん、こう問題になって、うん、で今もう新しく宗教法人作れませんよみたいな、うん、になったじゃないですか、うん、でもよう考えたら別に宗教法人としてやる必要なくて勝手に信者からお布施としてその場でお金もらって別にその申告しなければ、うんうんいい話というか、あそうなんだ、だからこの隠れてるいると思います、法人化してないだけで、そう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 、ああなるほど、全然いると思いますよ、それがバレてないだけで、そうか、いやお金なマジそうだよな、怖いね、で信者がだって10人いれば、10人がだって月5万ぐらい納めれば50万ですよそれだけで、ああそっか、だってそこで商品を売るから、うん、全然信者それぐらいいれば。相当儲かりますよ、まあ、言うたら YouTube もそうだもんね、まあ、それに近いところありますね、宗教というかタッグじゃなんかさ大規模でやって例えばメンバーシップなんかやっちゃったらさあ確かに、ね、いわゆる、まあ、500円だってさ多分もう1000人以上入ると思うからまだあんまり考えてないですよね、有料のなんかサブスクなんかそういうやつはファンクラブとか全然考えてないですね、うんうん、もうなんかそこら辺もうストロングだよなタックは、ストロングだよな、ストロング感だよお前はどういうことだよ、うん、誰がお手軽に酔っ払えるんだよ強いわもう本当にもういいいいいい、いいと思います言いますね、あーさんあーさんありがとうございます、あーさんってあーあーさんありがとうございます、昔友達の家の近くにある森で遊んでいました、はい、友達と私の2人でよく森に行っていました、行くときは奥に入ると迷子になって危ないからあまり奥には行かずに木登りをして遊んでいました、ただやっぱり当時私たちも子供です。だんだん近場の木登りを攻略していくと、もっと奥まで行こう。ここら辺攻略したんだから迷子にならないだろうと謎の自信を持ち、道なき道を二人で手をつなぎながら歩いていました。草が膝くらいまで伸びきっていて、長ズボンでよかったねなんて言いながら歩いていると、突然友達が繋いでる手を強く握って立ち止まりました。一歩前を歩いていた私も立ち止まり、友達の方を見ると泣きそうな顔で男の人の声が聞こえると言いました。私には一切聞こえなかったので、気のせいじゃないと言った直後、たくさんある木の中、奥の方の木が突然一本だけガサガサっと異常なまでに揺れ、異様な光景を見た私は引き返さなきゃと思っているのに、恐怖から足が動かず泣きそうになった瞬間、ボソボソと耳元で何かを言ってる男の人の声がして、怖くてだんだん周りも暗くなっていく感覚が何もできず足も動かず突っ立っていたら、涙が出て自然と足が前に進もうとして動いた瞬間、友達が私の手を思い切り引っ張って走ってくれて無事に森を抜け出しました。友達は一番最初の男の人の声が聞こえた時には何を言ってたのかわからなかった、だけど絶対に気のせいではなく明らかに男の人の声だったと。2回目の時は木が揺れた直後、こっち来て助けてと聞こえて、怖くて体が重く動けず固まっていたら、私が足を一歩踏み出そうとしたのを見た直後に女の人の声ですぐに逃げなさいと叫ぶように言われ、突然体が軽くなりとにかく必死で逃げてくれたみたいで、無事私たちは森から脱出できました、うん、そして2年経った時、うん、学校からそこの森で白骨化した遺体が見つかったと思いました。もしかしたら揺れた木のそばにあったのかもしれません。もしあの時友達が女の人の声を聞いてなかったら、私はどっか違うところに連れて行かれてしまっていたのか、もしくは男の人は自分を見つけてほしかったのか、はい、そもそも女の声は誰だったのか、未だ分からないですが、もう二度体験したくありません、はい、ここまで見てくださってありがとうございました。私はこういった体験は一つもありません。これは私がなんとなくで作った話です。山に木登りをしたこと、白骨化した死体があったのは本当です。失礼しました。お安心してお休みくださいということで、おー、
いやでも怖いね、白骨したものを見つけるって。それはあった。だからそこがあって、そこから肉付けしたってことで、したっていうことで、うん、うまいね、作家になれるよ本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。これはでも嬉しい、怖いね、作っていい話を送ってくれると嬉しい、うん、なんか白骨したもの見たことあります、タックさん。いや白骨がのもないです、ないです。僕多分遺体は見たことないかもしれないです、お葬式とか以外では。あ、なるほどね。なんか偶然とか、そこ全くないですね。あ、じゃあもうあれか、俺がもうそういうの見すぎたんだな、多分。みんなあると思ってんだ。小学生の時にあの公園行ってたら、うん、下り坂でドーンと落として、うん、振り返ったら車が多分事故を起こしてて、うん、1台の車がこうブワーンって吹っ飛んできたのしか見えてないんですよ。遠くですけどね、でそこからバーンってこうサラリーマン風の格好の男性が、はい、頭から血流しても、うん、それを抑えながら、うん、僕らがいる坂をこう上がってくるんですよ、で大丈夫なのと、うん、で怖くて、うん、何も言えなくて、ただ突っ立って通り過ぎるの待つみたいな、うん、でわーって言って、え、やばくなる人みたいな、どこ行ったんだろう、病院みたいな話になってたら、次警察が来て、今ここでその男性の人をさっきここ見たみたいな、見ました見ましたって、うん、どっち行ったみたいな、うん、あっち歩いて行きましたっつって、はい、ほら血がみたいな垂れてますっつって、うん、ありがとうっつってバーッ走って僕が出て何だったの無免許とかなんかの犯人で逃走してたのかな。うんうん、そうだよね。俺怖かったですね、結局何か分かんなかったですけど。ああ、いやゆり、怖いなそれな。次行きましょう。サクサクさんです。ありがとうございます。私が中学2年生の頃に同意中で体験した話です。長くなってしまいますんでメモ書きをさせていただきました、うん、その頃住んでいた地域は山奥の同意中で、ほとんど人もおらず空き家ばかりの静かな地域で生活をしていました。ある日いつも通り寝室に向かい、ベッドで横になりました。部活の疲れもあったのですぐ寝てしまいました。すると急にとてつもない耳鳴りで目が覚め、体が全く動かないことに気づきました。怖くてパニックになったのですが、目だけは動きました。その瞬間自分の左側に何かの気配を感じました。怖いけど気になる。左側を恐る恐る見ると、人間の顔をした黒いモヤのようなものが見え、はい、あまりに怖くて訳が分からず、目を閉じて何度もごめんなさいごめんなさいと念じました。目を閉じていても近づいてきてるのが分かるほど私の顔を覗き込んできて、もうダメだと思った瞬間、黒いモヤも耳鳴りも消えて体も動きました。気がつくと体は熱く汗でベトベトになっており、時間を見ると深夜2時頃でした。その後は一睡もできず朝まで起きていました。その数日後、父親から新聞にて私の家の近くの山林で殺害された遺体が発見されたと聞かされました。周辺に血痕もなかったことから別の場所で殺害され、山林に捨てられたと記載されておりました。無事犯人は捕まったのですが、死体を遺棄した時刻と私が金縛りにあった時間が同じだったということが分かりました。あの時私が見た黒いモヤは殺害された方で、私に見つけてくれと伝えようとしたのかなと思うと怖くて切なくなりました。金縛りもこの1回きりで、それ以降体験することはありません。これが私自身が体験した怖い話です。長文失礼しました。おー、おっかねえぞ。怖い。もう知らせてくれたんだろうな、この金縛りで。だからさっきの話とちょっと似てますよね。似てるけど、こっちは実体験とか。実体験。はい、はやー、金縛りか。タクちゃん、金縛りは最近会ってないですね。最近はめっきり会ってないですね。なんか1ヶ月ぐらいは。いや、会ってんな。1ヶ月前会ったんかい。1ヶ月前はありました。めっちゃ怖かった、その時。なんかもうすげえ怖かったですよ。やっぱ疲れから来るのかな、うん、俺そこがさあるじゃん、多分、ね、これ科学的に証明できるところではあるっていうかさ、疲れっていうか多分あの眠りが僕変なんて、なんかそれですね、うん、でも怖いじゃん。でもあれってやっぱりもう慣れたって感じはするんですよ、まあ、うん、でもたまになんかパターン違うやつ来るんですよ、うん、体の固まり方とかがなんか、はい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 、あれみたいな、うん、空気の重さがいつもより違うぞみたいな時が怖くて、うん、何が来るか分かんないんで、はい、その時はここのドアが開いて、あの僕の弟の声でめっちゃ怖いやん、おお疲れって声聞こえるんですよ、はい、だから僕その時は夢じゃないと思って、現実だと思って、はい、おおはようどうしたのって言おうとしたんですよ、おはぐらいで玄関が次ガチャッと開こうとして、うん、で玄関開くと音で分かるじゃないですか、うん、ただいまーっつって、うん、僕の姉の声がするんですよ、でも姉がうちに来るわけないんですよ、うん、でもおかただいまっておかしいじゃないですか、はい、だからあこれ金縛りだと思って、うん、うわめっちゃ声するの嫌だなと思いながら、そしたらこの姉が部屋に入ってきて、うん、なんか弟となんか話してるんですよ、ゴニョ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 って、はい、なんかでもそれがあんま聞き取れないんですよ、なんかひそ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 話してて、うん、でも確かに2人の声なんですよ。そしたらあの僕の名前でタクって呼んでるんですけど、うん、タクは寝てるのみたいな聞いたら、おおずっと寝てるみたいな音、って言ってるんですよね姉が。あれ僕の顔グーッと覗き込んでるんですよ。で目つぶって分かるんですよ。こうこう、はいはい、こんなになってんなって。本当。
寝てる起きんのかなとか言ってるんですよ、うん、でうわ変なんか妙に変なリアルで気持ち悪いなこの金縛りとか思って、でも無視してたんですよ、なんか怖いし、でずっと無視してたら全然知らない人の声で、あやっぱダメかつってもうガッて無視して怖っ怖っ怖っやっぱダメか、なんだやっぱダメかって、めっちゃ怖かったわけじゃないですけど、はい、なんかメモ特にめんどくさかったから開けなかったんですよ僕、うん、開けようと思えば行けたんだ、でもあ別に全然あなんかもうめんどくさくてこう、うん、だるいなぐらいの感じで目つぶってたんですよ、うん、でもなんか気持ち悪いなこの金縛りみたいな、やっぱダメかって言われてドキてそう金縛りパッと折れてわー怖っ、あれやだなって、それが結構1ヶ月以上前で、うん、その辺からもあんま見てないっすね、あいやでもはっきり怖えじゃねえかそれ、いや怖いっすよこれ、いや久々でしたけど、いや俺も1回だけなんだけどさ、あれなんで覗き込んでくんだろうなと思うんだよ、確かにこう分かりますよね、ここでこう動いてんのがマジであれ何なんだろうなって思う、怖い怖いと思うものを全部具現化してくるっていうかさ、向こう側が、あそうですそうですそうなんですよ、なんかこう俺の時はまあ金縛り高校の時だけ1回だけあって、部活終わってからなんだけど、俺2階に部屋があって、それがもう 3,4 人が上がってくる感じがこう、いや怖っして、で周りをぐるーって囲む囲んで見下ろしてるっていう感じがやっぱ、ね、分かるんだけど、俺はよう開けられなかったんだけど、やっぱ覗き込むんかいみたいな、なんか違うパターンないのかなと思うけど、不気味ですね、うん、めちゃくちゃ怖い、あれやめてほしいですよ、あんな、行ってくださいね、もう一個ぐらい行ってきますか、ありがとうございます、すみれさん、ありがとうございます、昔地元かっこ東北です、デリヘルで働いていた時、地域から珍しく若いお兄さんが呼んでくれました、挨拶もそこそこ、2人で浴室に行き軽く湯船に浸かってから洗い場に向かい、立ち会った相手の胸元を洗っていたところ、相手が白目を向いてそのまま浴槽を背に倒れました、怖い、その後後頭部を打ちつけたのか、ものすごく大きな鈍い音が、そのままちょうど浴槽に入っていたので顔にお湯がかかり目は覚めてくれたのですが、その後は接客どころではなくなり、退室の時間になるまで相手にはベッドで休んでもらっていました、白目を向きゆっくりと後方に倒れていく姿がショックで、店員にはその以降お客様は NG にしてもらいましたその店では数年働きましたが上京するために辞めました。それから東京のデリヘルで働くことになったのですが、ある日ホテルのドアを開けると、あの時の男性が、おお、私は身バレ防止のためどちらのお店のホームページ等では一切顔出しはしておらず、東京のお店は前に働いてたところとは全く無関係のお店です、個人的な情報を伝えたり連絡を取り合ったことも一切なかったので、顔を見た瞬間全身鳥肌が立ちました。あの時たった一度会っただけなのに、相手も丸丸さん、え、前の店での私の源氏らとこちらのことを覚えていて、それも含めゾッとしました、長文すみませんでした、おお怖い、いやもう悪気はないんだろうけど、偶然なんすかね、うん、偶然だから、もしかしたら命の恩人かもしれないです、ね、かもしれないぜ、だから運命の赤いとかもしれない、おいおれなんだ、おめでとう、いや何これ、エンディング曲じゃないですかドゥーみたいなね二人ここで初めて会ったのが上京前のデリヘルでさねでさね怖い、いやーこれは怖いですな、ということでございました、おこれはもういい締めじゃないですか、これこれ今日悩みますね、うわだどれにしますかね、これいやいや良かったですよこれ、皆さん良かったです、いや良かったですね本当に、はい、ダブル優勝あんじゃねえかなぐらいの、確かに、はい、決めました、お、今回優勝者、はい、いろんな話ありましたけど、はい、ツイッターネームうんこボットさん、母親かと思って声をかけたらクマだったんですよ、いろんな心霊現象聞いたけど10文字ぐらいのやつが優勝かこれ優勝かもしれないですよ、これはでも俺もインパクトあったもん、確かに、いや怖ってなるでしょ、怖いっていう、これ強烈だったね、確かに、ね、だから今回その特に、縛りなしでしたから、はい、そのまあ、心霊じゃなくてもね、そうやっぱりゾッとすることたくさんあったんですけど、だからこれちょっと別部門であげます、この方と、はい、もう一人にもあげましょう、ああはい、なるほど、はい、なるほど、うん、これいきましょう、お、今回もう一つ心霊系で優勝者はですね、うん、はい、クリオネさんの、うん、結婚だらけの家というか、あーこれが盛り上がったな、はい、これだ、はい、不気味だったね、確かに浮き出てくる、育ってるっていう、新しいですよね、ね、育つんでしょうか、情景がすごい浮かぶというか、とクリオネさんとうんこボットさんカードプレゼントします、おめでとうございます、おめでとうございます、ということでございました、うん、ちょっと怖い話
あの続けていきたいですね。これはやりましょうよ、やっぱり。やっぱ面白いですね、夏。おもろいな、夏になれば特に。これ本格的ですから。ちょっと夏、今から始まりますけど、うん、バシッと。バシッと。夏と怖い話、いっぱい聞いてなんちゃらみたいな、うん、最後お願いしていいですか。聞いてなんちゃらね。はい、なんかその夏はこれで乗り切れみたいな、うん、もう怖い話と絡めてくれると嬉しい。OK、分かりました。分かりました。じゃあ、行かさせていただきます、はい。私を好きになった人なんですけどもね、みんな死にます。夏はこれで乗り切れ。これ嫌でしょ、これ言われたら。いや、めちゃくちゃ嫌だよ、俺気にしちゃうんだよ俺それ。いや、僕もないですよ、だからダメなんですよ、こういうこと言うと。うん、はい、よくないよ、こんなお前大事な家宝なんだからこれ。YouTube 会に頼むぞ、本当に。いや、本当これ言っとまずで、そんなんかあったりとかするから、うん、本当にね。というわけで、これから、はい、出るよという方はおやすみなさい。これから仕事だよ、学校だという方、頑張ってくださいね。以上、今日のダクティブでした。ありがとうございました。